キチャンネル。ちょっ、こんにちは。さあ、トレードに出してあげた方がいい選手、日本ハムファイターズ編ということで、はい、ファイターズもね、うん、A クラス入りに向けては大事になってきて、うん、結構積極的にトレード動くからね、うん、そういった意味でも、まあ、何気にね、交流戦も見せ場いっぱいあったしね、うん、でも借金っていう、はい、びっくり、それに、うん、水谷選手すごかったですからね。結構目立ってたけど、うん、負け越してんだっていうね。あ、そう、結局負け越したのか。そうだよ、借金2ぐらいだよ、はい、結局ね、うん、はい、うん、貯金2ぐらいの勢いはあったけどね。ありました、イメージ的にはね、戦い方としてはね。そうそう、うん、あとメディアの取り上げ方とね、はい、含めたら、うん、あの、大谷はホームラン打ちました、うん、けどドジャースは負けましたみたいな感じだよね。水谷選手大活躍って言って、ね、そうそうそう、うん、っていうところでね、はい、日本ハム、うん、まずはこちらの選手、トレードに出してあげた方がいい選手、清水雄志。いや、もういいでしょ、うん、出してあげないと。そうですね、2軍で3割2分1厘のホームラン2本打ってるんだよ、うん、で、まあ、1軍にも今上がってるけどね、うん、でも結局タミヤの出現と、うん、なんかあったら伏見がそれをフォローして、はい、でそして次の若手のエースは新藤なんでしょ、うん、ってなったら、ね、デビューしてね、もうどう考えても無理やん、うん、誰かが怪我しない限り、うん、下手したらマルチネスもキャッチャー守れるしみたいな、はい、もう今でしょ、うん、28歳、はい、ね、一時はね、いや打つから、まあ、大げさに言うと郡司みたいに移籍して、うん、キャッチャーじゃなく違うポジションも考えられるわけ、うん、正直ね、はい、でももう俺はもう出し本人のためにも出してあげた方がいいんちゃうかって、うん、そうですね、俺は本当に思う。使わないんだったらね、出る場がね、うん、うん、結局 ね、こんだけ頑張ってるのにっていうところもあるからね、うん、はい、まあ別にキャッチャーじゃなくてもっていうところもあるかもしれないしね、うん、うん、そして続いて、はい、こちらです、今川優馬。あ、2軍でね、3割1分4厘ホームラン3本めっちゃ頑張ってる。でも結局さっきの話じゃないけど、うん、水谷選手の、うん、そうですね、出現によって、うん、もう出るとこがない、うん、枠がなくなっちゃったっていう。そうだって、もう外野は万波、うん、ね、で、まあ、あの松本剛で水谷、はい、まあ、水谷がね、うん、うまくこっからもね、いければっていうところがあるけども、うん、でもたまに磯畑、ね、はい、でスティーブンソンもいるっていうところを考えると、うん、ちょっともうね、うん、まあ、なんかあったら良いんだけどね。そうですね、うん、北海道だからね、はい、まあ、出身がね、うん、ないかも分かんないけども、うん、本人のため思うんだったら、はい、ね、ここまで頑張っててチャンスないんだったら、うん、ね、出したらいい選手取れるんじゃないのっていう、ね、うん、ところもあるけどもね。2軍で3割もね、一つの基準的なところありますしね。で、もう一人、江越大我、はい、まあ、昨年はね、うん、結構1軍出ましたけども、まあ、今年も2軍で2割5分ホームラン2本、はい、だから当たれば力強い、うん、ね、あとは継続できるかどうかが問題っていうところもあるけども、うん、はい、もうちょっと枠ないや、うん、これもないですね、うん、どっちかっていうと、うん、今川よりも江越の方がちょっとチャンスがないよ今。私こう年齢的にもやっぱりもう31歳で、でギリだからね、はい、でここは外野で守備もできて、うん、ね、っていうところで、うん、補強ポイントになるところでは、うん、これは一軍には入れると思うからね、はい、いいんちゃうかっていうね、うん、ところもあるの。阪神とかがおらんの？まだ阪神もそうですか？うん、阪神から来たのに。ありますね。え、阪神、阪神から来たのに。いや、でもあの中日の加藤選手とか言っても、そうそうそう、阪神だけはこれ絶対ないですよ。あ、そうなの？それは理由があるんですよ、うん、江越がね、うん、あの阪神時代の時岡田さん解説やったんですよ、うん、アンナスイングショーで一生で浮かれてたんですよ。でも変わってるかもしれない、ハム行って。いや、そうそうそう、だから、いいんちゃうな、うん、江越と高浜でいいんちゃう、もう一回。ああ戻すちゃう、あ、うん、あ、うん、あ、これも13回目だから。あ、そうそうそう、だから、それだったら野口くんいいチャンスあるけど、あげてます。あ、分かるね。そうなの、そっち、そっち系、うん、だから、駒沢大学ですからね、うん、うん、じゃ続いて、はい、浅間大輝、大輝と大輝ね、うん、浅間選手ね、うん、今年20、もうすぐ、あ、今日何日？あ、今日誕生日じゃん。今日ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、ハッピーバースデー、浅間選手、ハッピーバースデー、おめでとう。これもう変わってるのか
だ28歳になったってことかな。変わってんのかな、うん、でも96年生まれだから28歳だね。うん、28歳、ね、28だ、なってるんだ。じゃ今日変わったんだこれ、うん、おめでとう、おめでとう、おめでとうございます。今見たわ、今日21なんだね。ここ出されるのは何日か分かんないけどね、はい、うん、だからまあオープン戦絶好調、サワリ8分1厘、はい、でファームでも打ってるし、うん、でもだからこの今川、江越、うん、この浅間、うん、3人いらんやん。うん、まあそうですね。だから3人とは言わないけど、うん、やっぱ誰か1人は出してもいいんちゃうかって俺は思うけどね、うん、3人がチャンス掴むことってないじゃんね、うん、今の外野の調子もいいしね、うん、ファイターズはね、はい、で足で途中からってなると磯畑もいるし、うん、っていうところで考えるとね、うん、なかなか難しい選択になってくるから、うん、まあ、全員はいらないと思うから、うん、この中からトレードはね出てくるんちゃうかっていう、うん、まあ、野手はここら辺かな、うんうん、じゃ続いてピッチャー石川直也。あ、一時ね守護神とまで言われた男が、はい、ね、うん、ね、でも今年28歳今年投げてないのか。投げてないんだよ、うん、一軍ではね、はい、でも今はね日本も後ろがまた多分ジャスティスが戻ると思うの、はい、最後の投球もめちゃくちゃいい感じで投げてたからね、うん、で、他は、まあ、杉浦とかもね、うん、いいしね、うん、で川野でしょ、はい、ザバラマーフィーがまたいいしねそうですね、うん、ザババザバラマーフィーが来て入れ込んできますねだいいのよリリーフもね、うん、山本くんもいるし、うん、はい、感じ的にね、うん、ザバラまだ防御率いって指定してないですからね、まあ、使わないんだったら出してあげた方がいいかなってね、パワーピッチで後ろでってね、うん、だったら欲しいところね、うん、あるかも分かんないしね、うん、であとは、はい、これもちょっとね今川同様、はい、ないと思うけども、うん、使わないんだったら福田卓。ああ、福田投手？北海道出身、うん、だから地元だからね、はい、でも今年ちょっとね4月25日の楽天戦以来、はい、一軍で投げてないっていうところと、うん、でも失点してないんですけどね。そうそうなのよ、うん、だから、まあ、ないと思うけど使わないんだったらね、うん、だから一軍はやっぱ川野がね、はい、左がいいっていうところと、うん、まあ、宮西がね復帰してきたっていうね、はい、使えるけど枠がないってとこなんですね。うん、そう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 、まあ、地元でも地元にいないといけないとかそういうのないですからね。そうそう、どこにいてもね、地元の人は応援してくれるから。そうですそうです、うん、どこにいても、はい、だって地元にいないんだから、はい、鎌ヶ谷だからそうですね、確かに今の地元だけど地元にいないんだから。確かに、それだったら違う球団に行って、うん、地元に1年で十数試合帰ってきてくれる方がいいや、うん、いいですね、ビジターでね、お帰りになりますからね。あ、そう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 、うん、だからピッチャーこんな感じかな、うん、あとは特にはいないよね。いないですか、うん、こんな感じかな、うん、はい、東大に渡って。でも結構いい選手いるね。います、うん、います、うんうん、でもちょっと若手の台頭もすごいからね、うん、そこに生まれちゃってるっていうところもあるから、うん、結果残しててもね。確かに去年まではもう誰がスタメンになってくるかがわからないから、うん、選ぶの大変って言ってましたけど、うんうんうん、結構ハマり出してきちゃったからね。そう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 、だからまあね、清宮トレードとかって言いがちだけど、さすがにちょっと早い。まだちょっとそうですね。あと今年怪我してなくて1年間ここまで来ててあんまりだったら俺もトレードに出した方がいいかなと思うけど、うん、まあ、怪我してたっていうのもあるしね、うんうん、でもぶっちゃけ守るとこないんだよ。ないですよ、この今サード軍地とかが行ってて、うん、でたまに野村、うん、ジェームスが出たりとか、うん、でファーストマルチネスがハマってるから、はい、出るとこないのよ。でこの前のチャンスも打てなかったしね、はい、だからこの1年間の結果では2025年シーズン、はい、トレードに出してあげた方がいい選手、うん、出てくるかもしれないし、こっからが勝負ってことですね、うん、だからない、一番ないと思うけど、うん、出したら、うん、面白いと思うよ、うん、他の取れる選手も含めて、はい、うん、ファーストしかできないのがちょっと痛いよね、うん、そうですね、うん、だからまあ、うん、そういう声が出るのも仕方ないけどね、うん、まだ早いんちゃうかっていうのもあるけども、うん、出したとしてもびっくりはしない、はい、正直まあそっかってなりますね。うん、再生工場行く？再生工場？再生工場12球12個あるから。そう、確かにそうですね結構あの千葉さんも再生工場よ。あ、ですか。だって他球団が来た選手ばっかり活躍してんだから。そうですよ。西村、うん、坂本、はい、石川とかね、うん、で、あとは国吉、沢村、まあ、沢村はあれだけどね、沢な、うん、
沢田ね、はい、そうですね、吉田、うん、そうそう、うん、もう再生工場ばっかり、はい、あその代わり、うん、欠点ある、はい、自家生産能力弱いあとポランコね、ポランコ外、はい、再生工場ばっかり自家生産していけって、はい、その代わり、うん、もうちょっとお前自社内のお前機械整備しろ北海道さん自家生産もしながら再生もされているから結構ね、うん、北広荒れ地だったけど、はい、肥料も増えて耕されてきたね。そうです、うん、私なんかあれですよね、この間中日戦とかは、うん、中日から移籍した選手がめちゃくちゃ中日打ったりしてね、山本はね、勝ち投手になってね、なってそう、ですよね、うん、で自家発電しながら、うん、再生工場でもすごいっていうね、うんうん、自家生産ね自家発電じゃなかったまあまあ、あのニュアンスはあってねリアンスはあってます。いやそうですね、まあ、意味合いは一緒です。そうそう、一緒です、はい、まあ、ということでね、うん、ファイターズファンの皆さんどうですか、はい、